教科書と同じぐらいこうエネルギーを残した状態で来れるかっていうのが一番のポイントだと思いますので、まあそこが叶えばもう脚力自体がね続けたスピードはあるんで、あっさり勝つのかなという気がしますけど、まあそういう意味でもやっぱり序盤前半 800m くらいまでの折り合い、ここが、一番のポイントかなと思います。気持ちよくいけるかどうかですね。そうですね、はい、これまでオークスでは単勝オークス1倍台の人気を集めたのが1984年グレード制導入後では12頭です、はい、そのうち6頭がオークスを制覇しています。意外と勝ってないってことですね。そうですね、まさに半分ということになります。あのシャライカグラやアロマイアグレーブ、そしてハーフスカーも敗れ去ったの人気は四季オークス、逆襲なのか、それとも新ヒロインが誕生か。ハーバーどうでしょうね。オークスってダービーに比べたら全然ありますからね、その辺は皐月賞ダービーの 400m 延長と桜花賞オークスの 800m 延長の違いだったんですよね。 800m 延長で果たしてどんなドラマが待ち構えているんでしょうか。拍手が湧き上がっています。さあどうなる、オークス一強物語、決戦のファンファーレの時を迎えます。大歓声が湧き上がりました。スタンド前です。ボルテージが上がってきている各馬です。第84回優秀牝馬オークス、挑んでいく18頭です。さあ広瀬さん、はい、非常に大切になってくるその展開ですが、どのように予想されているでしょうか。まあ早くはならないでしょうね、いつもことなんですけど、ゴールデンハインドが行って、まあ、レミエージュをこれを通してリノナーマリア、その辺があるというのは思いますけど、ナブちゃん、とにかくオークスっていうレースはレースがどうあれ本当に先行部分を行わないレースですので、ね、まあ、過去10年ハーキって絶対させる、大丈夫よ、先行して馬券に絡んだらブちゃん、やはりブちゃんも始まりましたよ、絶対勝つぞ、大丈夫よ、ちょっと発汗しとるけどな、前に馬っていうのはちょっと暑いらしいからさ、大丈夫だ、落ち着け、普通にスタート出れば絶対勝てる、僕はこのレースの限りとは全然違う、大丈夫だ、そんなことラクマとか勘弁してくれよ、頼むよ、注目です、普通に出れば勝てるぞ絶対、頼むよ、よしよし落ち着けよ、リバティ、最後、ヌーボレコルトのイングランドアイズ、よしよし、ジャイアントピアノが出ます。イングランドアイズ、ゲートに収まって入った、最終判定は第84回温泉ゼロ、よしよし、いいよ、普通に走っていくわ、勝てるぞ、いいよ、普通に行けば勝てる、大丈夫や、誰や、ぶっ飛ばしてたぞ、イングランドアイズ、僕らも勝つぞ、逃げか、よし、いいよ、そこでいい、そこでいい、赤い帽子はちょうど中段、ちょうど中段、リバティアイランドの川田、ちょっと出さんで大丈夫、ちょうど中段からの競馬という形になっています。過酷な 2400m 挑んでいく牝馬18頭です。さあ先頭は大トップのため、まあ前におらんと勝てんからね、さらには外目を通って4番の君の名はマリア、内を通って1番のラベルが追走して、さらには18番イングランドアイズです、その後ろです、今日は逃げませんでしたゴールデンハインド、さらにその外8番のレニージュ、ここにいました、どうでしょうか、大丈夫かちょっと5番のリバティアイランド、大丈夫かリバティ追いついていけよ、60秒フラットです、落ち着いていけば勝てるからな、内を通ってライバルのハーパークリストグルメール、内からは7番のヒップホップソウル、さらにはペニファーやエンフォーリアの妹です、
大丈夫か。こっからや。外出せ、外出せ。そのまま行け。大丈夫だ。来た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 。絶対抜ける。絶対抜ける。もう来てる。よし。ぶち抜けろ。リバティぶち抜けろ。勝てるぞ。行け行け。絶対抜ける。勝てる勝てる。楽勝や。よし。勝った。2冠はい、ぶち抜きました。最強や、勝ったぞ。ほら見たか、アブ最強やろ。よし、絶対強いんだって。圧勝です。異次元です。いいよ、勝った勝った、楽勝です。